はい、どうも皆さんお疲れ様です。ウィニングポスト9-2002、今回もやっていきたいなと思います。前回からの続きですね。いよいよ、クラシックシーズンが始まるというところではあるんですけども、頑張ってやっていこうかなと思います。まあエンディのね宝塚記念が、今回はメインになってくるかなと思います。そしていよいよ夏競馬が始まるということで、そのあたりもね楽しみにしていきたいなと思いますけども、さあ、未勝利戦とかが続いていきますけどもどうでしょうか。よし、さあやっていきましょう。さあラウラは9番人気ですね。せっかくなので、レースの方をね、見ていきましょう。さあ、土曜日の第10レースメイン競争はメインステークス芝 1800m 芝両馬場となっております。早速レース見ていきましょう。東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアグネスストリーム。綺麗なスタートを切りました。アグネスストリーム、この辺りも前へ行きます。エンマルコカード釣りかけていきました。エンマルコカード先手を取りました。スナックギャルズすぐ後ろ、内からは東海ニンファ、その外にアンタイムゾーン、並んで16番ファインゴート好位置をキープしています。エアアップル、これに続いて当選ソウル、エルインディー、そのうちに続いています。その外からエンディラウラ、内からはアイキクロウ、すぐ後ろにエルタイト、その隣にダッパーフィエスタ、すぐ隣にエンマルネ、その横にサッキシンガポール、トラックグランス、この馬もこのグループ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内、ね、からはエンマンチャイム、しんがりからミアトルーパー、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として14番エンマルコカード、2番手はファインゴート、3体のゾーン、3番手エアアップル、これはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エンマコカード先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。外から接近エルインディ、エアアップル、まだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m、 さあ先頭は今度はエルインディ、伸びてきてる、頑張ってる、天馬チャイム、頑張ってる、エルインディ、ここまでか、伸びるか、天馬チャイム、大激戦のゴール前、ね、果たしてどっちが勝ったのか。直線の伸び良かったですけどね。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ、ラウラ4着ということで、ちょっとね調整がうまくいってなかった感はありますね。さあ、新潟大水3歳未勝利戦ですね。1番人気での出走ですね。さあ見ていきましょう。さあ、新潟競馬場日曜日の第2レースは芝 1600m 雨なんですけども、芝状態は、馬場状態はやや重ということで、新潟競馬場本日の第2レースの発走です。スタートしました。マーケットアロマ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがマーケットアロマ、これに続くのがエンジティン、先手を取ったのはマーケットアロマ、その後ろからはフルートスピン、黄色の帽子大活キーウィ、その後ろ、その横にユーキウィンズ、内からはマジソンアズサ、これに続いてデルゼット、その隣にアフェアアロッキー、バコーオン、それに続きます。並んで2番クリシアカンタマ、しんがりからトンバビーチ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭は依然としてマーケットアロマ、2番手はユーキウィンズ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。マーケットアロマ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ユーキウィンズ足色は十分、前に迫れるか。マーケットアロマ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はエンディティ、残り 200m を通過して後続を引き離す。エンディティ足色は衰えません。2番手はルートスピン、エンディティこの馬で決まりか。エンディティ1着、エンディティ完勝、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。エンディティよーし、やりましたね。
乗りやすかった。今後も順々今日は重賞 G1 先生で活躍してくれるそうだってよ。なかなか期待が持てそうですね。さあ見ていきましょう。広告出そうかな。広告に集出しましょうか。層が一勝プラス調子が下がってきてるから一周広告出そうかな。よし、いよいよ次は宝塚記念って言ってた。ちょっと宝塚記念はワンチャンチャンスあるんじゃねえかと思ってね。さあ、辞退結果は、あ、タイトルホルダーだけ。ちょっともう一回ちょっと、お、さあまたデビュー戦が決まりましたね。さあ、一番持ってる馬ではね、評価がいい馬なんで、あー、タリスマリック、さあどうするかだよね。はいはい、レイデオロでもいいかもしれないけど、ダノンザキッドかダノンザキッドね、奇跡か。うわ迷うね。いやちょっとタイトルホルダーには期待してたからな。一回タイトルホルダーでもいいかな。ディープボンドでもいいけどな。かディープスカイか、ちょっと迷っちゃいますね。オールフェイブルは向こうか。この辺はちょっとだいぶあれか。うん、よし、ここはこれ青字はね、なんかねいいですよみたいな感じなんで、ちょっとディープスカイにしましょうか。はいはいはい、あ、絶対そうか、こいつか、この子か、間違えてしまった普通に間違えてた。よし、もう一回じゃあ考えよう。エーシンカリ、まあ評価で言うとやっぱディープスカイがいいんだな。ディープスカイにしよう。さあ、お、12位、ヘンディ12位ですよ。さあ上位陣は結構回避が多いので、これは出走ですよ。これはまあでもこれちょっとね、三冠馬とかいますけど、いやいやいや、行きますよ行きますよ。でチャンスあるんじゃないかな。いや期待ができますよこれは。結構上位陣回避してたね。さあいよいよ宝塚記念ですよ。まあ、ちょっとエンディのねこのね競走馬生活にも結構大事なところだと思いますね。宝塚記念もそうだし、はい、吉田ジョッキーがいいんじゃない？さあ、宝塚記念です。グランプリ第1弾。下半期のね、太陽大事なとこですから。あっと驚く。ただ残念ながらエンディは入ってないですけども、まあ、ワンチャンスはありそうですからね。さあいよいよエンディの宝塚記念ですね。期待して皆さん応援しましょう。さあどうかな。一勝クラスのレースも確か、出走するからね、フィーチャーが。よーし、負けないぞ。4番人気か。
よし、じゃあちょっと見ていきましょう。さあ、日曜日で第7レースの手間芝 2000m 晴れ両馬場です。東京競馬場、本日の第7レースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争いを何が行くんでしょうか。ウィンドアリーナ前に行きそうです。アルペンフィッシュ釣りかけていきました。アルペンフィッシュ先手を取りました。並んで6番アドマイアスライド、その外にエンディティ、ね、黄色の帽子レームシャイ、その後ろすぐ後ろにウィンドハニータブ、その隣にサクラリランス、エリモマウンテン、それに続きます。その外からエアバスク、アミーズマリー、その前に進出、その外にエアカリスマ、並んで15番ツバキケン、並んで栗色の馬体ヤマニンバンクル、内からはブラッドメスカレラ、並んで12番ボーイマジン、その横にポリーンクルーズ、最後方にベルズプリディ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はデームシャイ、2番手はエンディティ、桜リランス、3番手足毛の馬体ウィンドアリーナ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。デームシャイ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。エンディティ前を捉える勢い、ウィンドアリーナまだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はウィンドアリーナ、2番手はウィンドハニーパブ、ウィンドアリーナ先頭、ウィンドアリーナ先頭だ、ウィンドアリーナ1着、2着にはどうやらウィンドハニーパブ、3着にエアカリスマ、ウィンドアリーナ見事1番人気に応えました。なかなか見どころはあったんじゃないか。あ、6着ですか。能力上位、まあ、ちょっとね、なかなかいい競馬ではちょっとねうまくいかなかったですね。さあ、京都に直して阪神第10レース宝塚記念、各ライバル勢がいっぱいいますけども、エンディは、今回8番人気、新聞を読む馬と言われているエンディですけども、どうでしょうか。さあ、パドック見ていきましょう。今回エンティは、8番で練習していますね。さあ G1 宝塚記念、皆さんで見ていきましょう。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。よーし、勝つぞ今度は。直線勝負にかけるこの馬にとってもはや実力は疑う余地がありません。春の小馬芝の名手を背にこの大舞台に、前走で敗れはしましたが人気はそこそこですが、関係者からは振り毛の美しい馬体が G1 のネック、直線での豪快な追い込みが見られるか、鞍上の手綱、前走を快勝しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。エンディ一段、こちら好位決めて大振り色の、その数々の、さあさあ始まりますよ。さあ阪神競馬場日曜日の第10レースです。芝 2200m 晴れ両馬場です。さあ宝塚記念始まります。あなたの、私の夢が走ります。私の夢はエンディです。これ、ま、何回か言った気がするけど、まあいいでしょう。始まりますよ宝塚記念、よいしょ。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。この馬の春古馬三冠の夢も忘れてはいけません。アンビリーバブル。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のクロスリング、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。暖色ドライバー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのは暖色ドライバー、2番手はインデュライン、さらにはクロスリング、天皇賞馬ラナウェイプライド、その後ろ暖色ドライバー先手を取りました。そして大きく離れてソーダジュニアス、この位置です。その後ろからはストロークデイ、その隣にチェロキータームズ、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。テームインディー、それに続いていますオレンジの帽子ジーニアスインディー、その後ろ
これに続いてルビーベイル、ルヴァンスリブ、すぐ後ろ並んで7番サンディベイシブ、その外からスイートマーサ、その後ろにシビルミーインクル、並んで15番ネココネコロガール、 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として男色ドライバー、リードは6馬身ぐらいあります。男色ドライバー1人旅、大きく離されて2番手はソーダジュニアス、チェロキータームズ、3番手2番アンビリーバブル、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は男色ドライバー、離れてルビーベイル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はルビーベイル、さあラナウェイプライド一気に来た。いやー、どうだどうだどうだ、これは先頭変わってラナウェイプライド、さあ一気にアンビリーバブル、アンビリーバブル差し切った。これは流れましたね。2着はラナウェイプライド、3着にインデュライン、アンビリーバブル、大阪杯、天皇賞春に続き春の小馬三冠を完全制覇。いやー、もうレコードですよ。レコード勝ちされちゃちょっと無理ですね。いやいや、エンディは8着。いや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 、ちょっとなかなか厳しいレースだったかなという感じですかね。まあ頑張りましたけどね。宝塚記念残念でしたね。頑張ってましたけど、お、地帯で行きました。よかったです。相変わらずエンディはなんか友達が多いんだな、こいつは。さあ、函館賞エンディ行きます。さあ、オールカマーですね。次走はオールカマー G2 ですね。よし、ちょっと項目に出しましょう。夏競馬ですね。なるほど。はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。残念ながらね、エンディ宝塚記念は勝てなかったんですけども、次走はね、次走は9月の日本周オールカマーですね、の G2 戦に出走しようかなと思いますので、それまではですね、まあ、ちょっと夏競馬を楽しんでいただきながら、このね、新馬たちを頑張って育てながら、来年はですね、またこのね、1歳の欲たちがかなりね、評価の高い馬もいます。その子たちがどういう風な、成長を見せてくれるのか非常に楽しみなんですけども、ぜひ皆さんですね、楽しんでいただきたいなと思います。というわけで皆さん、次回もお楽しみに。お疲れ様です。